でしょう。できてるんじゃないかな、これは。VTuber に慣れてるんじゃないかな。どうもアザラシです。アザラシ VTuber 化計画。一応ね、まあバージョン 1.00 ぐらいでしょうけども、できました。できてますよね。できてますよね、これは。これは。これはできてますよね。口が動いてない。口が開いてない。あ。い、あ。開いてない。一応、まあ、こうやって顔に合わせて、この表情を作れるみたいな状況までは行きましたね。行ったんじゃないでしょうか。行ったと思いたい。ちょっと、アザラシ VTuber 化計画ということで、まあ、大成功でしょう。時間はかかったけど。時間はかかりましたね。やたらと。やたらと時間はかかったけど。アザラシ VTuber。か。かっこ祝。かっこ祝。ね、できましたよ。やったー。結構時間かけてやってたから嬉しいですね。嬉しいです。全部自分で一人でここまで用意しましたよ、うん、その辺の企業 VTuber には負けんぞ。ここまでできたっていうこの形跡はね、一応ね、やり方としては やるのにライブ 2D っていう、こう描いた絵をこうバラバラに動かすような、これ一応無料のやつでここまではやってます。有料版もあるんですけど、まあちょっと、まあもうちょっとね、使えるようになったら有料にしてもいいのかなと思います。でライブ 2D と顔を認識させるフェイスリグっていう、フェイスリグ、この2つで、まあだいたいここまでいくかな。とあと、その2つやね、3ついるわ。 OBS ね、動画を撮った後グリーンバックにして、それを多分抜いてもいいんでしょうけど、配信ができる、ゆくゆく配信できるようにしようと思ったら、まあこうするしかないかなという感じで、あの配信用ソフト OBS もまあなんとか使えるようになりました。結構ね、難しかったんですけど、ここのところ使いこなせるようになりつつある。この3つあれば、まあ、大体こういう形まではいけるかな。フェイスリーグ自体はまあ2000円以内で、OBS も無料のソフトなんで、まあ合わせてもまあ2000円ぐらいでできるかな。投資自体は少ないかもしれない。あとはそうか、あのウェブカメラがね、ここら辺、ウェブ、今ちょうどこの目線の先ぐらいにウェブカメラがある。ウェブカメラも買ったし、あとマイクか。マイクもいりますね。いりますけどね。いやー、VTuber 化できましたよ。イエーイ。イエーイ。でも、手はまだ動かないし、表情もちょっとね、怪しいんですよ。下の方を向くと、この、ひげが、横向くと、ひげがこう、ボーンってなるし、首全体動かないし、体傾けられないしってことでね。まだちょっとこう、やりたいことはできてないんだけど、まあ、近いことはでき始めたかなって感じですね。一応ね、これで VTuber の仲間入り、約1万いると言われる VTuber の仲間入りができたんじゃないかな。VTuber としてどういう活動をしていくかっていうのは、まあ、今まで大して変わりない活動をしていこうとは思うけど、まあ、ゲーム配信とかはやっていくだろうなっていうのと、もう少しこう専門性を上げた動画とか上げていけたらいいんじゃないかなと思います。一応薬学部にいるので、薬学関係のなんかこう情報を発信させていけたらいいかなとも思ったりするし、まあウイルス関係の研究をしてるんで、まあそういった話も、コロナウイルスとかの話とかも、もうちょっとね、語れるほどに知識がないんで、
を控えてますけど、そういうのもできたらいいかなと思ったりもします。まあ、薬学、それからドリームキャストを中心とした、ドリームキャストを中心とした配信じゃないね、動画を上げていければいいんじゃないかなと。まあ、あとはなんか釣りとか料理とかも上げていけたらいいなとは思うんですけど、まあいろいろね、可能性が、やっと VTuber ができたんでね、可能性が広がっていくかなと。せっかくこういう形になったんでね、なんかお勉強系をね上げていけたら面白いかなとは思うんですよ。その例えばこう構造式を書いて、構造式もここに書けるわけなんで、ここがこうなって、ここがこうなって、ああなってみたいな感じでなんか解説していったら、 COOH これはサリチル酸ですねここがフェニル基で、ここがカルボキシル基ですねみたいなね解説動画とかも上げられるんじゃないかなと密かに思ってたりする。こういうなんかお堅いやつも横にこういうアザラシがいたら、こういうアザラシがいたらなんか多少なりともこう砕けた感じになって、みんな見やすいんじゃないかなみたいな。一つ一つのお薬紹介とかも、ここにこう薬のなんかこう写真を出して、この薬はこういう薬ですみたいな1日3回朝昼晩みたいなさ、そういうな解説ができるんじゃねえかなと思ったりもするんですけど、まあね、そんだけやる体力ある方はどうかは分かんない。だらだらとドリキャスのゲームやってるだけかもしんないけど、まあ、とりあえず VTuber ができましたという報告ですね。これから頑張っていこうと思います。ほなまた。